はい、みなさん、こんにちは、チーム・ハロンズ・黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を三分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、二時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中。一目金衡表、買いバイアス・アスレ、ストギャスティックス買いシグナルが点灯ということで、二時間足ベース。底堅く推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポート、レジスタンスをご紹介します。 はい、まずは2次間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本、移動平均線、緩やかな上昇傾向を示しております。ローソク足はといいますと、プラスーシグマラインに絡みながら上昇しております。はい、2次間足ボリンジャーバンド、上昇トレンドを進行中です。2次間足ストキャスティックス、いシグナルが点灯ということです。はい、こちら、2次間足一目均衡表です。はい、ローソク足と雲の位置関係から明確なトレンドは出ておりませんが、ローソク足はといいますと、レジスタンスラインとしてワークしておりました。 えー、転換線基準線雲の下限ですねを上抜けして推移ということで2時間足も金行表明確なトレンドは出ておりませんが買いバイヤー発生ということですはいそれでは本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインですサポートラインははい、えー、っと96円ちょうどレベルですね96円ちょうどレベルと考えております。 九十六円ちょうどレベルです。はい、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは九十七円ちょうどレベル。九十七円ちょうどレベルと考えております。 はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨1 6と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はいそういうことでオーストラリアドルン本日ロンドン市場の予想レンジです96円ちょうどレベルから97円ちょうどレベル96円ちょうどレベルから97円ちょうどレベルということですポイントです上昇トレンド進行中底こがたく推移ということで はい、オーストラリアと交易関係の深い中国なんですが、まあ、人民元が堅調に推移さらには中国の株式市場も堅調に推移をしております、はい、5ドルにとってはサポート要因ということです、はい、そんな中2時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中一目均衡表は明確なトレンドは出ておりませんが買いバイアス発生ストキャスティックス買いシグナルが点灯ということでオーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には 底堅く推移と考えております。オーストラリアと現本日ロンドン市場におきまして、チャート形状的には底堅く推移と考えております。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。